皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ファイナルファンタジー7実況プレイパート56、大空洞と攻略の続き。パーティーを、3つに分けて、ダンジョンを進んでいきます。まあ先にね、まずちゃんとアイテムを回収していきたいと思います。この分岐でね、いろいろ取れるアイテムが違ってて、かなり使えるアイテムがねたくさんあるんで、逃さず回収していきたい。またこっちから逃げよう。こいつは嫌だ。多分あれ、クラウドが今まで倒してきたモンスターの数なんだろうな。逃げらねー。あ、いいか。エーテルターボワクチン、あれ以外はね楽勝ですよ。魔法カウンター、エクスポーション、エーテルターボと、すべて全開か。魔法だけじゃなくて、攻撃から何から全部全体化してくれるっていうマテリアになってますね。だからこの辺の必殺とか全てのね、行動が全部全体化の扱いで使えるっていう面白いマテリアです。そしたら、今バレットのすべて全、バレットにすべて全体化つけて、全体切りをヴィンセントに装備させました。はい。で、ここが一応ラストフロアになっていて、
その先に進むと仲間たちと合流して、セフィロスに挑むという流れになるんですけど、とりあえず戻ります。戻ってまいりました。続いて右のルートを行ってみたいと思います。右のルートは本来ケット市や、ティファが向かったルートですね。こちらのルートにティファを、行かせたときに、さっきの、ミスティールを持ってきてくれます。でも自分で回収してるのに、ティファを持ってきてくれるというわけわかんない状態になります。おっと。死んでるし。基本的で全部結構ね、AP 多いんですよね。大盤振る舞いエリクサー。こっちのルートはめんどくさい敵が多いな。エレメンタルだっけ、属性を吸収してくれんのかな。まあ向こうか、多分どっちかと思う。あ、これランニングできんじゃなかったっけか。 OK。ラストエリクサー。これか。使ってみよう。いいダメージ。なんか悲しい状態にさせられるんだよな。あの虫みたいなやつの感じさ。モールボール。オッケー。もう今となっちゃ可愛いな。はい、じゃあここまで来たのでまた戻ります。じゃあ最後、こちらが、レッドサーティーンとユフィに行ってもらってるルートです。あとシュドか。ここが、
最高のね、本作最高の稼ぎ場になっています。出てくるかな、そのお目当てのモンスター。マジか。このモンスターにエリクサを与えます。カラクの木じゃないとダメージが入らない上に相手に盗まれちゃうんですよね。はい、今のマジックポート1体倒すだけでなんと経験値が8000ポイントと AP1000 ポイント、素晴らしいね。お金もたっぷりなんですよ。でエーテルターボを毎回落としてくれるっていう、結構ね2体1組で出てくることも多くて、ポン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 マテリア成長するんですよね。まあそれでもナイツオブラウンドは100万くらいそうだから、うわー来たねー、なんで辛いんですけど、いやーマスタートンデリーは辛いなーと。どうしようかな。まあ逃げたいな。よし。あいつはめんどくさい。そんなにね、ポイントも惜しくないしね。不意をついて全体の必殺っていうね、当たるな。さてと、お、また出た、いいねー。からの、素晴らしい。お金も1万だもんね。英雄の薬。んで、ワクチン、あ、また、はいはい、エリクサー与えないとダメージ入らないっていうのはね、面白いね。シールドのマテリア、ここでこのシールドのマテリア取らないとね、マスター魔法のマテリアが作れないんですよね。よし。落ちちゃった。落ちちゃねえ。キングベヒモス？
スはタフだね。外したし。オッケー。置いた。では、この辺にね。しばらくここで稼ぎますので、ここでセーブクリスタルを使って。しばらく、まあ、ここを拠点にね、レベル上げとかを行っていきたいと思います。よし、じゃあちょっと先に進みましょう。ほいと。ちょっと、私を置いていくつもり？お前たちだけじゃ心配でかせられねえな。ほい。ここが星の中心？というわけで。オークラド、途中で拾ったぜ。インペリアルガード。あ、クラウドこれ。ミスティール。よし、最後の哀れだ。はい、こいつ一緒にやるか。クラウド、おいらこんなもの見つけたんだけど。シールドのマテリア。あれ、クラウドさん、こんなん見つけましたわ。エリクサー。で、ユーフィー。なんだよ。そういえばユーフィーさ、途中で何か拾ってなかった？いや、わかったよ。ほらよ、クラウド。コマンドカウンターのマテリア。ちゃっかり。けど、それ私が見つけたんだから、終わったら返しなよ。はい。ではね、先ほどのところでまたしばらく、レベルを上げて、これこう、続いていきます。というわけで、一旦カット入れます。ちょっとね、少ないんで。はい。では、カット。